なんと六星の歩いて、ザなんと六星、なんと六星は、伊手座の上半身と夢の一部からなる六つの明るい、星の集まりである。位置とその形から北と七星に対してこの名前が、ついた。なお、ここで言う南北は、電球上の南北であって地平から見える方位ではない。二十八宿の都宿の別名。日本の一部には、六星の内マスにあたるゼータ、タウ、シグマ。 ファイの四つの星を見星と呼ぶ地方がある。英語圏でも、北と七星が飛釈星と言われるに対して、この六星も飛釈に見られており、その形から、ミルクディッパーと呼ばれている。また、隣り合うガンマ、デルタ、イプシロン、イータの四星からなる、ミヤドと合わせて、ティーポットとも言うが、こちらは日本ではほとんど使われない。トヤドの星間、とが、なんと六星。 以下に、なんと六世を、マス型部から塚部にかけての順で記載する。中国の標法書、武ビシの99から100巻、世紀には28宿にちなんだ、軍記図と将軍名が記述されており、それによると、ともく体、種、昭和会期説とある。同教思想では、北斗七世と、なんと六世は体をなす存在として神格化されている。北斗は死を司るとされ、 白い服を着た醜い老人の姿で描かれる。なんとは生を司るとされ、赤い服を着た北斗と同様の醜い老人の姿や逆に若い美しい男の姿で描かれる。ありがとうございます。